はい、こんにちは。フォトジャーナルプレスのゆうです。今日はね、この α7-4 の動画時のね、アクティブテーブル補正についてお話ししようかなと思います。α7S3 とかね、α1 持ってる方だったらもうご存知だと思うんですけども、実はね、アクティブテーブル補正を最大限に活かす方法っていうのがありまして、それはね、もう結論からね、さっき言いますと、純正レンズを使うと、よりね、効果を発揮することができます。こういったね、シグマとかタムロンとかサードパーティー製のレンズっていうのはね、アクティブテーブル補正効くんですけども、よりね強力に効くっていうのは純正レンズになります。これはねもうソニーさんの方にも S3 の時にも確認してますし、4の方でも実際ね試してきました。僕もね最初 S3 買った時ね、全然その辺が知らなかったんですけども、実際ね使ってみるともう全然ね純正レンズの方が、まあ、驚くほど効きます。立ち止まってフィックスとかね、パンする分だったらね、全然このサードパーティー製でもいいんですけども、歩きながらの動画っていうのはね、もう本当に違います。ではね、早速ね、ちょっとテストしてきたのでお見せしようと思うんですけども、まずはね、こちら純正レンズの SEL2860 ですね。α7C のね、キットレンズになってた小型のレンズの 28mm 側と、こちらね、シグマの 28-70 ですね。それの 28mm 側でね、比較しておりますので、ご覧ください。どうぞ。あ、それとね、あと1点なんですけども、アクティブテーブル補正はクロップされます。で、簡単なね、クロップ率を今検証したんですけども、だいたいね、28mm のレンズを使った時に、アクティブ補正オンにすると、まあ、32mm くらいになりましたので、だいたいね、1.1428…っていうような感じですね。まあ、なので、だいたい 1.14 倍ぐらいかなと思います。ではね、撮影方法はこんな感じでも片手に持って、まあ、適当に歩いています。はい、それではどうぞ。左がね純正レンズで、右側がシグマのレンズになります。どうでしょうか。もうね全然効き具合が違うと思います。はい、ちなみにね α7-4 はね、ソニーの純正ソフトのカタリストブラウズっていうね編集ソフトがありまして、それで手ブレ補正っていうのがあるんですね。で、その手ブレ補正を、本体側の手ブレ補正をオフにして撮影したメタデータを元に手ブレ補正をかけてくれるんですけども、その時はね、この非純正レンズでもサードパーティー製レンズでもね、大丈夫ですので、こんな感じに補正したらなります。まあ、必ずね、手ブレ補正はオフにしてください。もしこのカタリストブラウズで補正する場合はですね。はい、という感じでね、こんなにね手ブレ補正、純正とサードパーティー製でね、アクティブ補正っていうのは違います。それをね知っておくか知っておかないだけでもね、全然ねその動画撮影時のね手ブレ補正っていうのは変わってきますので、まあね実際試してみてください。で、あとねおまけとして、この 7S3 とこのね α7-4 の手ブレ補正の、ね、アクティブ補正の比較っていうのもやってきました。一応ね両方ともこの 20mmGレンズの 20mmF1.8 をつけて試してみます。はい、左側がね 7-4 で、右側が S3 の映像なんですけども、はい、もう多分ね見た感じどっちともほぼ同じ効果です。違いはないんじゃないかなと思います。ちょっとね S3 の映像が暗いのはちょっと設定を速攻モードをスポット重点にしてまま撮ってしまったのでちょっと暗いんですけども、補正の効果は一緒だと思います。で、もう一個ねおまけで、α7-4 はね 4K の時もね APS-C モード使えるので、こちら APS-C 用の超広角レンズ SEL10-18 もつけて、広角側と望遠側ですね、 35mm 版換算にすると 15mm と 27mm の時も撮ってきましたので、こんな感じです。どうぞ。はい、こちらがね広角側の 15mm、 でこちらが望遠側の 27mm になります。ということでね、今回はねこの α7-4 の動画時のねアクティブ補正についてお話ししました。前回ね僕がアップしたアナモルフィックレンズ使った動画っていうのもね全部手持ちで撮っています、アクティブ補正使って。なので、ああいった感じでフィックスで撮る場合だったらね、サードパーティー製のレンズ結構ね手ブレ防いでくれます。
ただしね、やっぱりね、歩きながら撮りたいとなったらやっぱり純正レンズおすすめします。まあジンバルにはねかなわないんですけども、まあそれなりにね手持ちで撮影できます。で、大体僕が使った感じでは 28mm、 焦点距離 28mm 以下ですね、 24mm とかね、この G レンズの特にねもう 20mm 以下になってくると本当にねブレが少なくなります。で、 20mm の夜使った時ね、こんな感じ。これは実際に α7-4 とこの 20mm 使って、この間ね夜の嵐山行った時に手持ちでね撮ってたんですけども、こんな感じです。はい、ということでね、ちょっと今日はね簡単ですけども、α7-4 のね動画時のアクティブテレビ補正最大限に活かしたい場合はこの純正レンズを使うことをおすすめします。もう一度言っておきますけど、そのねフィックス撮影ですね、立ち止まって撮影してパンとかねフィックスする場合だったらね、全然ねこのサードパーティー製でも使えますので、まあこのアクティブ補正が最大限ね最適化されるのはこの純正レンズっていうことを覚えておいてください。はい、それではね本日の動画は以上になります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。それでは。